愛媛のカウンターのチャンスですが、甲府の3人のラインはすでに戻っています。鬼人の速さ、ヴァンフォーレ甲府、吉田、長沼、ダイレクトクロスヘディング、同点ゴール、またやった吉田。押されていました愛媛ですが、なんと吉田が連続ゴールで1対1タイスコアにしました。完璧なクロスでした。そうですね、ただあの山瀬なんですよね、はい、山瀬がうまく中盤で絡んで、山瀬から右サイドへのパス、うん、ここですね、最終的には吉田が長沼に出して、はい、この長沼のクロスの精度高かったですね、うん、吉田がシュートするという場面だったんですけど、愛媛の新しいストライカー誕生です、吉田真希人、2試合連続ゴール、